みんな聞こえてるみんな聞こえてるちょごめん今パンツしか履いてなくてちょっと待ってちょごめんパンツに釣りますすいませんみみんなみんな俺俺俺聞,聞こえてる今ごめんな遅くにみんな聞いてみみんなみみんなき聞こえてる お、俺さ俺徹底的に戦う俺戦うわちょ動画見てない人ちょっと動画見てきてえ俺戦うだからさみんなスパチャしてくれへん2000万今日集めるわ今日も2000万集まるまでこの配信もやめるあの終わらん 2000万いや、もうそんな、いや、俺も最初は、最初はカットしようと思ってたけど、最初はカットしようと思ってたんやけど、ちょ、あの、もう戦うわ。なんか、なんであんな奴のためにこんなさ日、ひ火おらなあかんのっていう、普通に。意味わからんもんな。 俺タイガーファンディング出るでまぁ、あ、ツイッターにも書いたけどさツイッターにも書いたんやけどもう作戦決めた俺令和の虎出るうん岩井社長 今回の希望金額と出資形態を教えてください、えー。ベテランチ、希望金額は2000万円、投資でお願いします。岩井社長、あなたが思い描く未来の姿はベテランチ、くたばれ著作権法、岩井社長と裁判で戦いたい。岩井社長、All or Nothing、新しい未来をつかみ取れ、キャッツアファンこれする いやーちょっと何起こったかみんな分からん人おるちょ分からん人は概要欄見てくださいあの配信の概要欄でねちょっとあの書いてるんですけどまあ一言 じゃこれほんでプロレスって言ってるけどマジ違うからな俺初日全員に LINE してるからな岩井社長からラ DM 送られてきてで全員にこれどうしましょうみたいなその YouTube 関係の知り合いちょみんなスパチャありがとう、えー、応援はしないけど顔は地味に好きだから送るあ今日の動画な美中良かったって褒められたな黒髪に戻したからな えー、ニセラガーチャンネル2000万円集めなくても脅迫の慰謝料で逆に祝いから2000万ってるちょ弁護士おるちょ視聴者さやっぱベテランチチャンネルのさ高学歴の視聴者弁護士おるやろちょ弁護士名乗り出てガイあのチャットにあのスーパーチャットとともにあの何大学の法学部かで、えー、司法試験何年合格かちょっと書いてください依存さん髪の毛かわいいです足を骨折してしまい楽しいことが YouTube しかないです、えー、裁判の足しにしてください800円いや2000万いるから800って お前2万分の1やぞ今でもありがとうえー、ワイザカズヒよっしゃ800円ありがとうみんなお金ないのになこれ岩井さんが現れてさ慰謝料ですって言って2000万スパチャしたら一応おもろいけどな <laughs> 何色のあの虹色のブルブルブルンってあのでっかいスパチャバーンって岩井社長のバーン2000万本気で集めましょう320円ありがとうみんなえー、マット・マートン阪神優勝者しついでに500円ありがとう プロレスじゃないよマジで何もないほら打ち合わせも何もないでも最後のこのメッセージこれちょっとこれ見てほしい動画でも言ったけど動動画上げるかからししっかり見て行動して行くださいこれ俺はもう俺が道は作った俺がトスをあげるからお前がスパイクしろと俺が炎上のトスをあげるからお前はスパイクするだけでこれでもうバカみたいにバズれるぞっていうパスやと思って 岩井社長見といてくださいあなたのパワハラはバズらせてみせますバコーンって動画出した半年半,半日六時間ぐらいでいやえぐいなーマジで えー、達也500円小室圭やあ小室圭見てる小室圭ちょっと小室圭おる2500人おったら1人ぐらい小室圭おるんちゃん八、えー、坂さん1600円ありがとうございます達也さん500円ありがとうございますえしいたけそばさん320円現役弁護士です頑張ってくださいえー、ちょ現役弁護士目線で実際どうなんかっていう裁判になったら2000万はさすがに払わんでいいと思うねんけど実際その下振れ引いていくら払わなあかんくなる可能性あるかみんなスパチャで教えて。 えー、パワハラバレー参加させてくださいパーさん800円ありがとうございますベテチ弁護士になれば安く済むぞいやそれもあんねんなその医学部今さちょ向いてないやん法学部行こうかなっていうちょありですねこれ本当に訴訟されたらベテランって大丈夫ないやどうなんえどうみんなみんなで裁判所行こう今2900人見てるやんみんなさ 東京駅集合して最高裁判所みんなで行こう。絶対。みんなついてきて。お願いやから。一人やったら寂しいやん。で、本田さんにも来てもらおう。本田さんのせいやねんから。本田さんのせいやで、これって。本田見てるかお前が作った、お前が作った火種が今こんなことになってるぞ。 ぽぽ、えー、ちゃん綾南も芝生も哲也も峯岸みなみもベテランっちも坊主になったことあんねんから岩井社長も坊主にすべきいやほんまやな坊主にせえよ脅迫したんやから岩井社長俺も坊主にする <laughs> あの当日みんなで坊主にしてくる最高裁判所どうえー、性欲の和田弁当代って何その執行猶予の執行猶予の弁当俺執行猶予え弁当ってほんまの弁当どっち 裁判の時の時弁当いやどうなんやこれ M さん岩井さんの反応気になる800円性欲の技はいつも見てくれるのほんまにありがとういや岩井さんどう思ってんねやろ寝て寝れてるかなさすがにこんな叩かれたことないんちゃう今まで叩かれてきてないやろここ最近はやっぱお山の大将やろ、えー、マントル酒井さん東京大学理科8類ですちょっと弁護してください僕を、えー、メッセージが撤回されました320円ありがとうございます 山田太郎さん1.99ドル慰謝料です。たりひんってなんか2000万やって言ってるやろ、えー、田中拓司さん明日河合の共通テストし集なで応援してください。裁判頑張れよ。俺も頑張るからお前も頑張れ。俺も最高裁頑張るからお前も共通テスト頑張れ。法廷で会おう。1月合格して法廷で会おう。えー、イライラ感覚性ダイアリー東大学部頭悪いおじさんが本当に誕生してて笑うける今ほんまやで。ほんま一緒やからな。東大学部は貸す。東大学部は貸す。 東大学部はカスなんだよ <laughs> めっちゃ面白かったなコメントも。え、むちこさん800円ありがとうございます。えー、ダルバナさん国際弁護士です。海外から応援してます。えー、10万インドネシアなんとか。<laughs> ルピーちょ、からへん。これ、何の金や。<laughs> ありがとうございます。 え、というか、脅迫は今すぐにでも警察に被害届け出せば、ワンチャン岩井社長逮捕あり得る。泉州帝国大学法学部卒、政治学科、ニセラガーチャンネル500円、ありがとうございます。いや、逮捕されたいとかじゃないな、一方的にやっつけたいみたいなのはないね。その、岩井社長と、盛り上がりたい。俺はもう岩井社長が、その、ブチ切れるっていうのは、もうパスやと思ってガチやと思、もう俺は、プロレスっていうか、その、なんていうんやろ。盛り上げようっていう。もう、で、あと勘違いして走ってるから、 これで岩井社長がガチやったらもう終わりやから。二人でもう走り抜けたい、最高裁まで。ほんまそのプロレスプロレスってコメントで言われるけど、プロレスで最高裁まで行ったらすごいぞ。ほんまに。最高裁判所の人も呆れるぞ。いや、もっと弁護したい事件あるけどなーって。 えー続きまして、えー、しほちゃん遠足みたいにみんなで裁判所行こう裁判所な間違えたらあかんであの各地の地方裁判所行ったらあかんであの最高裁判所やからみんな東京おるからな俺みんなで行こう最高学府の力見せつけるぞおおちょっと待ってでもこのちょこの、この配信についてちょ言わなあかんことあったごめんなさいあの令和のトラッシュ祭のベテランチと申しますあの皆さん YouTube まで来てこんな非常識なことされるんですね 一言断りがあれば全然許しましたのにあのこの配信切り抜き禁止ですはいあの無断でこちらの配信を切り抜きされた件はですね弊社顧問弁護士を通じて連絡を入れさせていただきますお気をつけなはれやあれ1万円来てるやんけおい誰やあやばいスパチャ多すぎるごめんあきさん現役弁理士ですえどうこれ俺勝てるそれをだけ教えて A さん大山にお願いしよう320円大山な大山に守ってもらうしかないなほんまに えあーさん東,大え東海里さんからの東大里さん YouTube をおもろすぎますそうよ東海高校やからな東海高校からどうした中退俺は東大里さんこれ戦いやでほんまにくれタクシー代に回してくださいいやタクシータクシーでもみんなで乗るんやったら足りひんか裁判費用2000万とその今4000人見てるやろ4000人で最高裁行ったら工事とかいるか最高裁ちょ俺それうわだから令和の虎出るわ 最高裁判所を立て替えたいみんなで岩井社長と著作権法について語り合いたいえフ、ー、ォアベリー英検3級持ちだけど力になれるかいらんなあ順にからやから英検むずいの3級ごめんなさいちょいらないです僕小四で12級持ってましたちょいらないですえー、ピポパポさんまあ協力してあげますよ320円ありがとうございますえー、ネズミさんタイガーファンディングファンです えー、岩井さんは今回のベテランさんのように、えー、毎回いきなり切り散らかすので定期的に叩かれてますが気にせしない精神を養ってますあそうなんや貫いてますもうだから怖いもんなしなんやこれ俺を叩いて俺がダメージあっても向こうはそのダメージ受けへんから無てそのラスボスやその体力無限なんや、えー、ベテチの本領を見てる気がするパー800円、えー、沈没船どうせコラボして握手して大団円だろいらんなー コラボいらんなコラボいらん。岩井がさ岩井社長がさなんかさその、おい、お前来るなら直接来いよ会って話そうやみたいな。寒いな早い早い早い。早い早い。最高裁まで俺会わへんで。岩井社長。悪いけど。岩井社長が著作権法っていう、まあ、ピカチュウ出してくるんやったら、うん。俺は、あのー、銭メを出すよ。えー、脅迫罪という、銭メを出します。銭メの方が弱いかな水やから。 でも大丈夫。<な>俺の著作権法四秒やから。レベル四のゼニガメあのピカチュウ。俺の脅迫結構二千万円っていう結構強い。レベル五十ぐらいのゼニガメあるから。えー、岩田さん八百円ありがとうございます。えー、パッタイさん浪人生です。弁護士免許持ってません。明日の模試の倫理政治経済の勉強なると聞いてきました。なるかー。は <laughs> い。ここが一番倫理なえねんから今お前。 そもそもな、本田さんを取り上げて再生数稼いでるようなやつな、全員倫理ないねん。<laughs> あのな、俺も大概ほんま葛藤あったよ。うん。あれ、動画に入れたんやっけな、結局切ったんやっけな、今日の上げた動画。ほんまは、本田さんの動画出すんもちょっと微妙かなと思ったけど、今のまま、ほんまめっちゃやばいやつみたいになるよりは、俺がほんまに会いに行って話聞いてみて、それこそ、本人と喋らずに名前だけ出して、なんか、やってる人、その、 名前だけ出し,出してそれこそゲンゲンとかさ結局バカにしてるくせにっていうえちょっと待って1万円のスパチャ埋もれた今スタートアップチャンネルのスーワンから1万円のスパチャ来てたどれやどれやうわーないどこや埋もれた埋もれた埋もれたちょ俺のさ俺のツイートを転載してツイッターでバズろうとしてるやつにさ 車両2000万円ツイッターで請求しといたんよそしたらなんか今1万円スパチくれたごめんこれこれ脅迫かなえこれって脅迫え今今って脅迫えこれどっちえ弁護士の人おるえ小室圭見てるちょ小室圭見てるえ小室圭見てたら今俺がさみんなにさ裁判費用を請求してるのはさどっちこれ教えてえこれ脅迫これ何これ今何これ面白いだけ じゃどこまでが面白いだけでどっからが脅迫でどっからが著作権法の違反か教えてちょっとじゃあどっからが著作権法違反になるか検証してみよっかやばいコメント早すぎてコメント早すぎてちょっと終わったえー鉄壁さん320円朝倉未来です試合組みましょうかえマジ <laughs> えありやなえもう戦うまあそれもありやなまあ最高裁ぐらい盛り上がるもんなブレイキングダウン出たらさすがに1分間だけやろ1分やったら岩井社長も勝ち目あるんちゃうさすがにその体力長くなったら俺若いからあれな気するけどでも岩井社長がっちりしてるもんな強いかもな結構追いぼれ扱いしてるけど今俺 寝てろみたいに岩井社長がこうやって手組んだら後ろから仏像のあのオーラみたいなのが出てバコンって俺を叩き潰すかもな <laughs>、えー、スーアンスタートアップアンテナさん1万円 X の中退記載の誤り申し訳ございませんでしたいやこれやばいな脅迫なってまうかもそう中退って書いてた中退ちゃうわボケーまだおるギリおるねん えー、お化け猫さん3200円。反乱軍の力を合わせてやっつけろ。反乱軍の力を合わせてやっつけろ。内側から崩壊させよう。令和の虎。え、これ、ちょっと待って。これ今著作権違反。あ、これ、この歌、な,なんかあったっけこの歌ヒゲダンやったっけこれ今著作権違反。違うかこれ今俺の歌か。あ、これ俺の歌やからそうか。 あれか関係ないかごめん、間違えてた。あ、ポーさん3000円。反乱軍の力を合わせて、え反乱軍の力を合わせて、やっつけろ。内側から崩壊させよう。レイの虎すいません、ショあの、サイレントバージョンで行かせていただきました。あやばいスパチャ多すぎて見れへん。ちょ、みんなごめん、コメント多すぎて拾えへん。 ちょっとおもろかったコメント発表するわさっきの動画のえーまず1個目のコメントえーいきます僕法律詳しいんですけど多分死刑ですこれおもろいなぁほんまにままえさす、まじえこれこれインドえこれ何 イ,イランの法律これ大丈夫日本の法律かほんまに。イランの法律じゃない多分死刑。え、どの部分でわ、どこが一番あかんかったんやろやっぱあったかくしてねえやって言ったとこか。動画の最後の。ミスったかミスったか死刑免れ。うわ、マジか。うわー まあでもいずれ死ぬからなあ。一緒か。ありやな。えー、ちょっと待って、こっちでコメント拾えばいいか。えー、次のおもろかった、えー、コメント。えー、岩井社長 X で NHK のドラマのスクショ載せてました。<laughs> いいね載せてそう。絶対載せてる。多分。<laughs> どの、どのあれなんかわからんけど。 何のドラマ何のドラマなんやろ NHK の NHK のドラマ見てそうやわーめっちゃほんまにおもろいなーこのコメント好きやわほんまにてかみんなボケてくれて嬉しいうんえー続きましてえー聖杯戦争って言われててクソ笑ったわいやこれおもろいな聖なる杯ねだからそのハリー・ポッターの炎のゴブレットみたいなことね <laughs> その俺と岩ボルデモートが岩ボルデモートと俺が <laughs> 戦ってどっちが先にその本田さんっていう聖杯を手に入れるかでもその <laughs> でも本田さんはその俺のことの方が好きやね今何でかっていうと岩井社長ブロックしてるからちょごめんスパチャがさスマホ重すぎて読めへんあ森鉄イングルスチャンネル 藤川天の動画に対して俺に DM で同喝してきたのと同じで面白いああ金稼ぎが嫌なんや自分が見つけた演者やのにみたいなのがめっちゃ強いんやまあ森鉄はちょっと主戦だやからな俺は今回だって東大理さん以外は貸すっていうその1個載ってるわけやからそれはさただただ流行ってる人に便乗したっていうだけじゃないやんわざわざ俺が行ってトーク引き出してわざわざやってるわけやまあでも結局森鉄もな 森哲さんもその盛り上がってるけどな森哲さんの動画のおかげでなんか結局おかしいねんけど同う喝してるの虎ですねまあでもそれは森哲が悪いなさすがにちょスパッチャ見れへん重すぎてちょ俺どっこいさんのことだけ知らんねんなちょごめんどっこいさんってどんな人 どっこいさんを味方につけるっていう手もあるその辺みんな教えてほしい。あスパチャこれで見れるようになったみんなありがとうごめん、えー。ガチで伸びる受験数学東大学部の回数動画あガチ伸びさんね。ようツイッターとかいいねしてくれるよ。えー、ベテランち頑張れ引用ってどこまで許されるか難しいような1600円ありがとうございます。いやーあれ3秒やからな。え岩井さんの NHK のドラマ貼り付けてんのってそれど,どれなんそれ見ようや。 どのツイートかみんな送ってやあ瀬戸さん8000円ブレイキングダウンのネタは僕が一番初めに投稿したので鉄壁さんは著作権法違反です訴えますおいおいお前らコメ欄同士でお前ちょ著作権法やるな8000円お前8000円かけてスパチャしてお前おもろいこと言うなおいコメ欄同士で争うな 今俺たちがやっつけなきゃいけないのは一番強い敵そうだろう岩井社長2000万円集めんねん俺らはなすぐ払おう現金で払おっかな現金で払ったら税金かかる岩井社長この度びは令和の虎の動画画面収録して3秒だけナレーション入れながら使ってしまって本当にすいませんでしたこちら慰謝料の2000万円になりますびっくりするんちゃう え2,000万や <laughs> どうなんやろな岩井社長ぐらいになったら現金で2,000万見たことあんのかなにゅって <laughs> いや面白いなありがたいなえー、ペンジーさん明日今日ってもしだけど面白すぎて寝れないので訴えます俺も月曜テストあるからね普通に俺も今いろんなものを犠牲にして喋ってるよ悪いけど あ、待って、めっちゃおもろいやん。えー、号泣、NHK の朝ドラ、らんまんの最終回。<laughs> <laughs> NHK の朝ドラ、らんまんの最終回、無断アップしてた。おもろい、ツイート。<laughs> <laughs> ちょっと待って、めっちゃおもろい。岩井所長。<laughs> これ、おもろすぎんな、さすがに。号泣、NHK の朝ドラ、らんまんの最終回。最初から最後まで号泣。 マンちゃんスエちゃんありがとう4枚スクショ <laughs> あスクショでもないしかも直撮りやこいつふざけんなよえちょっと待って今ここで流したのは著作権違反えこれ俺がここで流したらさ俺の著作権違反岩井さんの著作権違反どうなるまとりをしかみたいになってる今えおもろ難しいな著作権って えこれ死刑あこれ死刑かでか痛いなーこれ死刑か命って1個しかないからなあ <laughs> ちょっと待ってまた報告来た、えー、よくわからない競馬も垂れ流してます、えー、弊社オンサロメンバーの Y さんが一口話のエルサビオ今日の京都第5レース2歳新馬に出走,出走ノリで単勝に10万円入れたら見事に優勝花澤写真判定白表の勝利でした 普段絶対やらない系は、やっぱ俺、持ってるわら。ああ、無断アップやな。おい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 これ誰やインファイターとエ,エルサビオ。インファイターとエルサビオの肖像権これ。え、これどうなるこれ4000万ちゃん。だって岩井社長一人で2000万やったんやろ。これだって、馬主。だってや馬やろ。競走馬やろ。 競争場って結構価値エグいんちゃうこれどっちや馬って訴訟起こせるんやっけ馬が起こした裁判ってあったんやったっけな、ないかえ、筋通ってないいや、筋通し、いや、筋通ってないか。え、俺じゃなくて、あ、岩井社長が、え、そうやんな。おい、JRA に筋通せよ、岩井。これ、JRA に筋通したんかい、これ。筋って、吹き以来の <laughs>。 吹きでしか聞いいたことない筋久しぶりに聞いた筋ふきふき以来の岩井社長やっぱ芯持ってるな、うん、吹ふき以来の芯の強さ岩井社長うんかっこええね <laughs> いやーおもろいなえー、ベテランさん YouTube の規約上引用 OK なのでもともと岩井社長は負け戦ですあそうなんや えー、YouTube のライセンスでも引用 OK って決まってるんや <laughs> すいません岩井社長って法律適用されるんでしたっけえ岩井社長って法律適用されへんのやっけあ岩井社長ってアラビトガミなんやっけあれそうか法律関係ないんか岩井社長ってえ国籍え 戸籍ないんやっけ岩井社長って。どこ住んでんやっけえ、岩井社長、あれやっけ千代田区一丁目一番地住んでるんやっけあ、ちが、違うか。え、だからあれ、あんな態度でかいんやったっけあ、違うど、どっちやったっけされへんのかなされんのかなさすがにされそうやけどな。えー、離散6年です。ランチさん支援します。試験頑張って。ほんまにそうやで。こんなことしてる場合ちゃうねん、俺。 ええー。ちょっと待って岩井社長ラーメンの画像無断で X にあげてるちょそれラーメンに筋通したえそれラーメンに筋通してなかったらラーメンの麺ブヨブヨなってまうよ筋通さんと岩井社長不きなってまうようんいやーすごいなどんどん出てくるやんラーメンあげてたんやそれはあかんわ筋通ってへんもん筋通さんだなえー よしおさん1600円。ドラマどころか野球中継のテレビ画面をしょっちゅう X に乗っけとるよ。え、X はいいのどういう状態え、野球に筋通した野球に筋通さんと中日ドラゴンズブニョブニョなってまうよ。筋あるから龍がさ、ブワーンっていけんねんから。え、ちょっと待って、ラーメンに2000万払わんなあかんよな。え、どう思うみんな 岩井社長がラーメンに2,000万円払わなあかんと思う人はいいやラーメンから DM 来てまうで岩井社長に <laughs> なあどんな文面届くかなラーメンから岩井社長に「えー、ラーメンの虎主催のラーメンと申します」<laughs>「令和の虎まで出てこんな常識のないことされるんですね」「一言断りがあれば全然許しましたのに」 無断でこちらのラーメンを転載された件弊社顧問弁護士を通じて連絡を入れさせていただきます届いてまうってラーメンからあれちょっと待ってキング来たおキングキングよう来たちょキング聞いてえらいことなってんね今キングはほんま嵐を呼ぶ男やな俺ほんま名古屋まで会いに行ってよかったっすよ本田さんちょ本田さんのコメントコメント多すぎてどれか分からへん あ、これか。本田祐介本物です。見てます。いや、楽しかったっすよね、撮影。普通に。もなんか、結構和気あいあいとしてたくないですか。その動画で、その編集で俺ディスってたから、結構叩かれてるけど、結構俺す、好きなんよな。その俺の、YouTube、ちょっと昔から見てる人とかやったらわかると思うけど、ルシファーさんとかもさ、俺、結構その、なんやろな、思うとこもあんねんけど、 だからこそ好きなととこもあるいいうかいやそれで俺名古屋まで交通費払って俺が行ってで1万5000円払ってあ言ってもうた金額 <laughs> すいませんキングキングちょっとキングすいません1万5000円払ったって言っちゃいましたすいません本当は1000円しか払ってないのに1万5000 <laughs> すいませんキング今となっては1万5000円くっそ安い資本でここまでバズると思ってなかったから。 ほんまは15万ぐらい払わなあかんぐらいバズったし、キング。キングすいません。やばい、キングのギャラ言ってもうた。<laughs> でも、キングも、じゃ、キングもキングやって <laughs> 当日まで、なんか、コラボ、コラボにする。なんかもうほんまに俺は、ただでも出てくれんのかなと思って、なんも言ってなかったんよ。で、まあ俺も名古屋までの交通費往復かかるしさ、結構まあでかい、じゃ、でかいわけよ。 大したチャンネルじゃないから、YouTube、もで「キングちょっと名古屋行くんで」みたいな「ちょっと撮影させてください」っつって「いいですよ」ベテランチが一番早かったわ」って言ってでも日雇いバイトって言ったってでもあれやからなプレゼントもあげたしなほんで俺じゃあ聞いて令和の虎は一万円1円も払ってないんやであんだけ金あっていやキングに2000万払わなあかんか でも、冷やといて言ってもマジであれやで。名古屋駅のレンタルルーム集合して、1時間半気持ちを喋っただけやで、キング。それで1.5万円やで。すごい仕事よ。そんな。まあ、キングやからなにちょ。キングに2000万払うか。キングありがとう、ほんまに。でもほんま、こんなバズると思わんかってん、正直。みんなそこまでキングのこと知ってると思わんかってん。いや、だからとりあえず、 うんだからなあまあそしょう岩井社長寝てんのかなでもちょっと粘ったら起きるんちゃん4時ぐらいに起きるやろじいさんやから岩井社長どうなんやろ何時に起きてんのやろ岩井社長 <laughs> キングと電話しようえちょっと待ってキングと電話だけしていいちょキングと電話しえキングちょ電話ですかてかキング俺でも ほんまにキングに還元される形になってほしいと思うんでキングの言うだからキングに会った時にこれキングに聞いたらわかるけどいや YouTube やったらどうすかみたいな僕全然出ますしみたいなで編集とかも全然教えますよみたいな言って「えありがとうございます」みたいな「どうしたらいいですか編集とか」みたいな「いや結構でも編集も時間かかるんで」みたいな勉強しながらやりたいんだったら、まあ、週1本とかにして 手軽な喋ってるだけの動画とかでも全然いいいいんじゃななですかねみたいなでもとりあえずまあ一旦始めるのいいんじゃないですかとか言って YouTube、ね、そしたらなんかキングの YouTube 消えててキングの YouTuber でなんで消えたん確かにギャラめちゃくちゃ少なかったですねおいキングちょっといやキングおい暴露するぞいいんか何で俺がなんで俺がギャラ払うことになったか言っていいんかキングに キングに電話しようえキング電話していいっすかキングほんまてかキングのキングちょっとあ送ってあのペイペイ送ってくださいよちょみんなキングに送金してあげてちょ俺が確かに1万5000しかギャラ払ってなくて安かったからキングかわいそうやわいやでも5000人見てたらほんまに送金するやつ出てくるからキングにキング調子乗ってまうあんま甘やかさん方がいいキング どう思う俺から払った方がいい。え、ちょっと待って、これ強括、狂活え、ちょ、これ、どれがきょ、ちょ、どこまで狂活かわからんくなった。狂活ってグラデーションやから。ちょ、今。やばい。ポリコレ、ここまで来た。狂活って、どこからが狂活なんやっていう。その使い方 NG? あ ペイペイとか映したら YouTube の規約にあれなんやあじゃあ俺からちゃんと払うわキングにちょキング起きてるかなちょもうこれだけちょっと相談しようてか俺寸大してんの寸大の王一式のこともキングって呼んでてさ俺キングをいじるの好きやねんなちょごめんなさいキングに筋通ってなくて吹きが キングに筋通,通したいっす <laughs> あ全然嫌だったら出なくていい,い,いですからねじゃ <laughs> 一旦繋がらん一旦キング繋がらんキング忙しいキングの電話えぐいから俺撮影してる時もキングの電話鳴りやまんかったから正直全員からあのホスト時代の女の子とかもう鳴りやまんかった筋止まらんキングの筋止まらんかった えー、5月のライオン2000円。岩井社長、たくさん伏線貼って、バカでもわかるお笑いしてくれるの、ありがたい。<laughs> ほんまにそうやねん。あの人のお笑いってのは、ほんま昭和のお笑いやねんな。<laughs> あの、てか、令和のドラマ、ほんまめっちゃ面白いよな。あんな昭和のお笑い今、なかなか見られへんからな。ほんまにやばい人出てきて、全員で。美の白龍細いが怒るって,言って。え、お前それありえないだろ。わかりやすすぎんねんな。 素晴らしい、レオンとら。おもろすぎる、正直。ら見られへん。俺、普段見てないけど。キングに動画撮る。だから、キングも俺、正直、まあ、こんなん言うん、ちょ、せこいけど、俺、繊細なとこあるから、あの、ああいうのも見られへんね。怒られてるみたいな。しんどくて。で、まあ、切り抜き流れてきて、ツイッターで。あ、これバズってるわ、と思って。で、まあ、理算で、俺しかおらんといける人。だ俺がもう、いかな、しゃあないと思って。で、連絡してすぐ。 そしたら結構 OK みたいなだからじゃあ俺はほんま仲良くする動画を撮ろうっていうのを決めて名古屋に行ったんやけどうんまあええー、わそれはええー、正義の鉄拳自民党員です2,000円 <laughs>、えー、某現役の大臣副大臣たちとも交流があるので圧力かけるなら任せてくださいよっしゃ6,000人おったら自民党員もおるよな でも俺のキングに対するバカにし方は俺の中ではまあもちろんなんやろな、ね、やってんなって思う時もあるけど一応その1対1でいじってるから誰が責任を負ってるかっていうのはわかるというか俺がキングをディスってるし編集であれトーク中であれだそこは俺なりのその責任というかキングに対する。 キング返事ないない、えー、キンへの PayPay ペでイペイ「キングのギャラ振りやしとく」ちょ「キングのギャラ言っちゃったの失敗やった」「恐喝するやつはみんなそう言うんだよな」「いや恐喝してない」ってちょもうほんま言っていいそのキングとの撮影流れなんか俺はもうキングの YouTube に出るもんやと思ってて俺が、まあ、お互いコラボして向こうのチャンネルも伸ばしてあげてみたいな感じだと思ったら。 なんかキングから LINE <laughs> 送られてきて <laughs> え「えな何すか?」みたいなほんま当日の昼であのコラボ撮影か出演料かどっちかがいいですみたいな送られてきてであのいやじゃあややこしいギャラとかちょっとややこしなるんでその僕が出演する方向の方が分かりやすいんじゃないすかねみたいな言ったらキングが「 すいませんみたいな <laughs> あのそうは言ったんすけど最近あの仕事辞めたばっかりでちょっと余裕ないんで出演料の方がいいですって <laughs> 全然キングじゃないと言って <laughs> じゃあじゃあ払いますって言って <laughs> 一応いつも俺は基本それぐらい払うようにしてるからゲスト出演してもらった方は大物であれ小物であれ いや可愛いねんなキングって素直やねんでもなんかキングやっぱそれは無職やからさしんどいからさあかかってきたあもしもし,もし,もしお疲れ様ですお疲れ様です,れ様ですキングから電話か,かってきたえいいんですかえキング YouTube 消えちゃったんですか,ううですかえキングのチャンネルどうなったんですか YouTube チャンネル収益化はできてないんですよねあ、見れないんですよ。え、てか、すいません、夜中に。ごめんなさい、ありがとうございます。僕のチャンネルの配信なんかに。いや。たまてきたま、ミスキさんでライブ配信してるの。いや、ありがとうございます。いやいや、全然。え、キング、僕の、この、もめてる件、ちょっと見てくれました。え、6時に、はい。リサンアカスっていうのを見ましたよ。はい。何読みましたアリサンアカス

ちょ、ね、キングどこいるんすかキング音悪すぎますで、ね、キングちょっとキング <laughs> なんか,こかバカこもってるんすけど <laughs> ち,ょちょっと待ってちょっと待ってください。てかキングマジで僕の配信の中に軽々しく出ないほうがいいっすよ今僕今キングと仲良い,いせいで目つけられてるんすよもしもしあ聞こえていや聞こえてる聞こえてる えな、なんすかぼ僕、誰とすか,かえっ、ー、とー…ベティランドさんとえ、俺、え、俺とすかもちろんですよいや、だから僕も別にキングをいじったりちょっとしてましたけど別に嫌いな感じじゃないじゃないですか <laughs> <laughs> まあまあ、多分そうだと思いますよその悪意感じなかったと思うんですよああ <laughs> そ,そのあの普通の撮影の時は撮影の時はその、の普通にこう あいいそうめちゃくちゃいいゃないかなっていうのは、ね、いやそうでしょで僕も別に普通にしてたと思うえなんすかなんすかちょっとはい動画,見動画見るとちょっとこういじってる感じ <laughs> いやそれはいじってますあ,あ,えてあえていじってるのかはいそれはねあの本心も半分あるんすけどむ,むずいっす <laughs> でもあの動画の俺のヘラヘラした状態でずっと言ってしまうとやっぱキングを嫌いで見に来てる人もいるんで あ逆にに見てもらうためにたうそうす僕は最終的にキングのことをちょっと好きになってもらって帰,ってもら,帰,帰らせようっていうふうに思ってたんで全部ああ、そうほらキングってったなトークできるやろみんなそうなんですよ一回下げてあげての方がそうみんなに説得力を持ってそのキングのちょっといいとこが伝わるかなっていうそうなんですよあ<れ>でも キングが今僕のことだけ仲良くしてるじゃないですか。うん、なんですか。僕とだけ仲良くしてくれてるじゃないですか。別にさんと仲良くしますね、はい。そのせいでだから岩井社長が嫉妬してるんですよ。でも岩井社長ともうんあの仲直りな方向にいってるんですよ。あ、えそうなんですか。岩井社長とも仲直りしそうなんですか。仲直りしそうな方向に今現時点その今の。 えーと、中央の日ののの時時っんいうわあやばいやん,ん、ね、少女漫画なってもうだちょキングちょ少女漫画なってまいました <laughs> でも漫画って言うともう映画化できるできるか <laughs> おい <laughs> 誰ヒロインにして映画作ってんねん <laughs> <laughs> おい <laughs> で <laughs> ぐらいのことが起きてますね。いやキングちょちょキングをめぐるちょっとやばい恋がえぐい。え、あのツイートしたんですよね。ドッコエさんに謝罪ごめんなさいと。あ、ドッコエさんにごめんなさいってツイッター書いてるのは見た。で,で、僕も僕でドッコエさんに謝らるなんで、その色々大変だったんです。大変なんですよね。正直。ののはいはい。色々さんのコメント絡んで。はいはい。なんで。 いげつないことになってるなっていうのはちょてかキング岩井さんとの関係性喋らないでください僕が怒られるんで <laughs> ちょその岩井さん岩井さんがまたお前がキングと何使ってんねんみたいになるんで <laughs> いやいや僕どうしたらいいんですかいやどうしたらいいんですかっすよねだってみんながキングのこと好きって言ってていや僕はブチランさんと仲いいんですよおそれはもう決まってるんですよねでもその <laughs> もし岩井社長がの方がお金持ってますと岩井社長の方がギャラ払いますってなったら僕のこと本当は好きやけど岩井社長のところに突入しちゃうかもしれないじゃないですかキングがお金お金いい名付けのんから今日最後の電話になるかもしれへんキングと俺のいやそうロミオとジュリエットなってもうてる キングちょっと喋りすぎないでくださいマジで著作権違反になったらいくら取られるか知ってますかいや知らないです2000万円取られるんですよ2000万円はい著作権違反したら2000万なんですよいやそれは脅迫え, <laughs> え脅迫それってえキングって法律詳しいっすかいや全然詳しくないでえでも法律え2000万払えはさすがに脅迫キングの意見でも 2000あれでで万はおかかしくないですかそうっすよね。<laughs> あれで2000万円は、そうだから僕は思いますよ。いや、だから俺らで審査員やって、祝い版タイガーファンディングやりましょうよ。<laughs> で、俺らで詰めましょうよ。<laughs> おい、祝い <laughs> お。そんなんで2000万もらえるわけねえだろって。 えちょ言った赤ちゃんキング勘弁してくれキングキングもうこれ以上シキングすぎるキングキングすぎんねんなイブラヒモビッチぐらい口軽いやんマジでちょもう,どうもうどうしたらいいん俺キングマジで一番可愛い女ぐらい天真爛漫やな キングっっていや僕は嘘嘘つつかかなないいいですすすよよやキングほんま正直っすよねまあ、まあ、そちょっともうこれ以上キングと喋ってたら俺ほんまに岩井さんに殺されてまうかもしれんからはいちょ一旦その最悪僕より岩井さん優先してくれていいんでそれはキングの未来の方が大事なんでまあ正直あの未来をあの <laughs> そうっす結局僕は浮気相手だと思いますキングにとって。 そうっす結局岩井さんのおかげでキングがキングになったわけなんで,でも正直そうですねそうなんですいやだから岩井さんのことがまたうんざりしたら僕と撮影して癒されに来てくださいわかりました、はい、あの今後とも仲良く僕としてはしていただけますまあそうっすねそこはもう、はい、岩井さんがもうやめろって言ったら僕はもう潔く身を引きますわかりました でも俺はキングのこと大好きっていうことだけ覚えといてくださいもしキングと俺が会わなくなっても俺がキングのこと好きで、はい、徹夜明けで名古屋まで行って2人で動画撮影してで笑い合ったあの時間、はい、あれだけ覚えといてください、はい、いやまあわかんないですけどまあこれからも仲良くできたらいいっすね まあできたらい,いですね、はい、すいません遅くまでいい勉強しようこんなん見てたらダメですよ <laughs> 後輩になるんでしょ僕のなたりたいですね一緒に大学行きましょう,うまだ2年いるんでああいいですねじゃあいい、はい、じゃあ勉強教えてください勉強教えるはだるいな <laughs> どれぐらいのレベルかによるな <laughs> えっ、ー、でもら あのー、例えばそのこういう実行のこの単位を取るにはこうしたらいいんだよあー一番知らん, <laughs> ん,知らん一番知らん三流してるんですよ <laughs> 先そ僕あの僕大学行ったんでその単位単位取るには、はい、こうこういう先生はこういう傾向があるからこういう勉強した方がいいよっていうのを先輩だか,から聞い,て聞いたら 単位が取りやすくなるっていうのはあるじゃないですか。あるんすよ。でも友達いないんで僕三流してるんで。いや,いや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 。あ、でもどの通しが本誌と一緒の問題出るかは知ってます。なの、まあのそういうはい、はい、教えれます。まあいろいろなんか今後ともはい僕と人は仲良くしていただきたいです、ねはい。ぜひぜひちょっとできればすいません。えキング<れ>この電話勝手にアーカイブ残しても著作権違反で訴えないですか？アーカイブこれ残すんですか。 わかんないですちょっと残せるかわからんまあ僕と僕としたらどちでですまあちょっとじゃあ著作権違反じゃないんだったら大丈夫です著作権違反ではないですああよかったまたかもまたかも著作権違反あそうっすよねさすがにそうっすよねすいませんありがとうございますはい。すいません遅くまでいいえ全然大丈夫ほんまキングのやりたいようにしてくださいほんまキングはいい人なんですよありがとうございます で多分今はもうめっちゃ人気になったじゃないですか、はい、人気なんですかアンチ多いですよいやまあアンチも多いのもまあその人気の一つじゃないですかあそうなんですかありがとうございますだから今ほんまにいろんな人まあそれこそ俺とかに電話してくださいよとか言われてその昔のキングの感じでほんま友達やと思って「おい」みたいな電話しちゃうと思うんですけど、はい、ほんま誰でもいい誰でもなんほんましょうもないやつとコラボする必要ないですよ そうですね、はいな岩井さんとどっこいさんを大事にしてくださいまずわかりましたはい筋通してください筋 <laughs> だけちゃんと通した方がいいっすよ <laughs> ほんまに「吹き」じゃないねんから「吹き」以来のそうです ちょっとここ,こ,こ怖いおやすみはしてみおい。じゃああでラインで送ってくださいそれその配信に乗ったらまずい切ります,切ります、はいすみませんありがとうございましたおやすみなさいはい気をつけて、はいはい、<laughs> キングエグいキングすぎたさすがに でも、岩井社長もしこの配信のアーカイブ動画に載せたら著作権違反で2,000万円請求させていただきますからねキングが喋りたくて喋ってるんですからこのアーカイブねこのアーカイブになってる配信で何か言いたいんやったらちゃんと前々から言ってくれれば許しましたのにですよ 筋通ってるこれどうこの配信ちょっとどう筋通ったえこれ今筋どうえちょっと待って元元おるやん。えちょ元元見てる6000人おったら2人ぐらい元元おるんちゃん元元に弁護してもらおう。でも最近元元太鼓の達人で忙しいからな。いける元元空いてる元元土日とか結構空いてそう。空いてたら来てほしいな。あ菅藤裕太。え、出た菅藤裕太。あいつやんけ。 うわ名前出てこいへんあの人この世の終わりみたいなインスタ見つけた人えなでちんやっけえなでちんやっけこの人うわ合ってるかな懐かしい菅富士さんえゆうとさんキングさんはこれから遊戯王を見るつもりですか見るかおい脳梗塞で倒れてんねんお前遊戯を見てる時にんか「元元と大根達人するか最高裁判所で」 岩井社長 vs ゲンゲン対抗の達人対決それ動画にするかあのちょ動画にしたらか動画にしたら対抗の達人の曲流れて著作権違反になってますカプコンに二千万払わなかもねええ岩井週刊プレイボーイのグラビアのページ四枚転載してますもうえって <laughs> 著作権キングやん <laughs> えー、花丸大垣さん8000円令和の虎から流れてきましたが応援してますありがとうございます宇津木隆さん1万円ベテランスさん応援してますニコニコありがとうございますでも結構みんな褒めてくれて嬉しいな俺こういう時絶対引いたらあかんってほんまおとんおかんおじいちゃんに教わって俺のおとんとかおかんもなんやろそんな喧嘩っぱい方じゃないけど その自分が舐められてるときとかプライド否定されたとき徹底的に戦うから、うん、おじいちゃんもね誇り高き社長アキンド。うんまあ俺もな株式会社ベテランチ主催やからな会社こそないけど実質的にはなあゴミくるんえゴミ来るんじゃないゴミ来るんじゃない菅富士さんってゴミ来るんじゃないよ 謝ったら負けってねばたも言ってたしね。いや、そうやろ。わかって TV プロデューサーねばたさん。あの人もまあ、多分岩井さんぐらい強いけど、人として。謝らんやろ。関係ないからな。1円ももらってないから、俺。困らへんから。別に。お世話なってない、岩井社長に。キングにはお世話になったよ。だから俺、キングには礼儀正しいやろ、別に。 これ細井先生がどっちつくかやな。これ細井先生はな、うまいからな、これ。細井先生がな、岩井社長サイドについたらまずいけどな。でもおもろい、そっちの方が。でも細井先生もどうだ著作権。大丈夫かツイッター消しといた方がいいっすよ、細井先生。ちゃんと筋通してますか、まあ、鼻筋はすごい通ってるけどね、細井先生は。言うてますけど。うん。 小場所はどっち小場所どっちでもええ。小場所はその時強い方につくね小場所はな、うん。いい、いい方につくよ、絶対。結果が出そうな時に強い方につくよ、小場所は。あ、ちょっと待って、めっちゃおもれコメントきた。<laughs> ええ、ベテランち切り抜きチャンネルから、ええ、 鍵かっこベテランンチ引引用用ャンネルにするのでこので配信引用していいですかいいよ引用したい。全然いいよ。許しましたのに。あ、これでよかったんや。俺、こうしたらよかったんや。あ、全然ええわ。確かに。事前に引用するって言われたら。引用していいよ、全然。ありがとう、筋通してくれて、ベテランチ切り抜きチャンネル。あ、引用やったら全然 OK です。 筋これで筋が通るんやみんな筋のこと結構理解できてよかったな弁護士費用はいくらかかるの2,000万やって言ってるやんあれキングがまたコメント来てるちょごめんなさい LINE 見てなくてキング何か送ってくれてんのかいやさすがやな筋通ってるのはやっぱベテランちきりぬきチャンネルは。 旅おじさんおいベテランちお前東大のりさん出てんだろコラお東大のりさんといういわゆる偏差値で言えば日本の最高峰の大学を出てええ年こいてこんなことも分からずにこんなことをずっとやるのがお前頭おかしくねえかゴラ2000万を超えるお金の損害賠償だぞおお前その覚悟あるんか知るかそんなことボケかす何を言っとるんだお前はおいちょっと待って岩井社長コメント来てるやんえ岩井社長ちゃんこれえやってもうた見てたんや岩井社長言っといてくださいよ 岩井社長配信見る前に僕に配信見させていただきますって DM しましたそれ筋通してるちゃんと配信見るときえみんなもさ6000人見てるけどさすいません今から配信見させていただきますってさ引用にあたってのさ筋通したえこれ本人どっちこれコピーしてペーストしただけこれどっちやこれ引用やったら待ってこれ偽物の岩井社長やったら これ書いたやつが、筋通してないな、岩井社長に。岩井社長のツイートパクるんやったら、筋通さな。<laughs> ちょ、筋通す。あの、コントロール C を押して、コントロール V を押す。コントロール C を押したときに、すみません、コピーさせていただきました。で、コントロール V を押すときに、すみません、ペーストさせていただきました。で、筋通さな、DM で。いや、吹きでも筋通ってんのに、ほんまに。吹き以来の筋通さな、ほんまに。 やっぱジジイやから吹きとか好きやからな岩井社長は。<笑><笑><あー笑>でも俺今謝ったから筋通ったよ。いや謝っても筋通らんって俺謝ったけど筋通ってなかったんやった今更遅いですよやってそれは。 令和のすじチャンネルはここですかいや令和の筋ここちゃう令和の筋主催してるのは岩井社長 <laughs> 令和の筋チャンネルで筋 <laughs> オアナッシングやってるのは <laughs> 岩井社長それ違います <laughs> 令和の筋の筋 <laughs> 社長 <laughs> えちょっと待って視聴者全員筋通してないから2,000万 ×6,500 で1,300億もらえるよほんまやお前ら筋通さんから俺もう1,300億なんて思ったそんな <laughs> 1,300億あったらお前月までお前宇宙エレベーターで筋通してまうぞお前月行ってまうぞ俺宇宙エレベーターで <laughs> 新しい筋をなしにぐあなんか俺また令和の筋出てあの2,000万もらわなあかんそう忘れてた今回の希望金額と出資筋を教えてください希望金額は2,000万円筋は岩井社長でお願いします 岩井社長あなたが思い描く筋の姿はベテラン地くたばれ著作権筋岩井社長と筋で戦いたい岩井社長筋をアナッシング新しい未来をつかみ取れキャッチザ筋 <laughs> 令和の筋次回予告 <laughs> 筋をいじめて楽しいか東大理さん以外は筋ハ <laughs> 東大理さん以外は筋あははははは筋<笑>不嫌い <laughs> 不嫌いの言葉<笑>筋<笑>あスパチャありがとうございます一万円筋投資代です <laughs> ちょっと待ってめっちゃおもろいの、えー、収録し終わった後に令和の裏筋出るのか <laughs> あるけど、令和の虎で、ね、控え室でみんなで喋ってるやつな。令和の筋の。令和の筋が。控え室の会。令和の裏筋。<laughs> <laughs> ええー、ポンポンパルのゴミ置き場さん千円。表現の自由的に応援してます。いや、そうよ。表現の自由を応援してる人と。著作権法筋を応援してる人のこの連合軍でも、日本二分して戦うよ、これ。 キングのスパチャあるよ。ちょっと待って、見てない。ごめんなさい、見逃した、どれや。じゃ、スパチャ多すぎて。キング、なんて送ってたごめんなさい。楽屋トークみたいなな <laughs>。え、これさ、え、この俺、いじってんのって著作権法違反なんやっけ。え、これ引用令和の筋ってこれ引用 どっちこれ引用に入るこれ筋通ってないこれあそこに連絡せなあかんガジェット通信に <laughs>。ちょ、お前らガジェット通信に連絡した。ちょいいの見つけた。<laughs> お前ら、筋を通したかったら、ガジェット通信に連絡しろ。<laughs> うわ、忘れてた。うわ、ほんまや。お、お前らほんま。 引用され、お、ま、前、あ、引用したかったら、まずガジェット通信にガジェ筋通さないと。<laughs> ガジェット通信筋通して著作権を守って2000万円取られへんようにしないと。超ははははは。ちまでピタゴラスイッチみたいになってきた。 引用するときはお前ら引用するときはガジェット通信に筋通して著作権法を守らないと2000万取られるぞ <laughs> マジで魔法みたいなできたあちょっと待ってあいいですねえ KK、ー、さん笑いすぎ 首洗って待ってろよ。<laughs> 忘れてた。やばい、首洗わな。え、首って何で洗うんあ、キングからスパチャや。キングオブゴッドユースケ。そういえば僕は著作権でいくらもらえるんだろう。勝手にたくさん使われてますよ。そうっすよ。お前らキングに筋通したか。いや、ほんまやで岩井社長、お前、キングに筋通せよ。ノーギャラで出してさ、1000万再生。え、ガジェット通信に言った。キングにお金払いたいんですけどって。 キング引用して動画作ってんねんからさ、著作権法違反でさ、2000万円取られるぞ。痛い目に合わしてやるからな。<laughs> <laughs> おい、岩井。痛い目に合わしてやるからな <laughs> あー。全部おもろい。あの動画、あの動画全部おもろいやん。<laughs> ああ。 えちょっっと待って首の筋洗って待ってるよいやえ筋洗わなかんのええろ筋洗って待っとかんと著作筋法人違反して2000筋円取られる <laughs> あーおもろいおもろすぎるガジェット通信ガジェット通信おもろいわ腹立つわガジェット通信うさんくさいんやねんガジェット通信 <laughs> ちょっと待って筋をいじめて楽しいか <laughs> いや筋いじめたらあかんよいや筋いじめたらあかんって <laughs> 筋をいじめて楽しいか <laughs> これってもしかして岩井社長を用いて黒ひげ筋一発をしていたってことですよねおいそんなんないぞ。 えー、菅ユタ僕ガ,ゼガジェット通信の会社である東京産業新聞社の取締役やってます潰してくださいガジェット通信はもう <laughs> 著作権についてうるさすぎるのでガジェット通信がガジェット通信が俺から2000万円取ろうとしてるんやから <laughs> ガジェット通信おもろいな <laughs> 開示請求もええな <自>制球 <laughs> あのあの動画マジすごいな聖書やんどこ切り取ってもパワーワードしかない <laughs> えこれ恐喝ちょっと待ってこれ恐喝かこんな筋筋言ったら筋に筋通してないもんな今筋の引用するときにガジェット通信に筋通さない高あもんな <laughs> いやーおもろかったなどんどん全部筋になってってるあのスイカゲームみたいにあのガジェット通信とか筋とか <laughs> いじめて若者をいじめて楽しいかとか東大りさん以外はカスとかで遊んでたのに <laughs> 遊んでるうちにその若者をいじめて楽しいかとか 東大理さん以外はカスとかのキャッチーなやつはどんどん味せんくなってって筋っていう一番意味ないやつがどんどん全部集まってきて名誉毀損気をつけてねえこれ名誉毀損えこれ名誉毀損令和の筋これ名誉どういう名誉毀損になる何を毀損してるんだってないことずっと言ってるだけやからな。 架空の筋の話してるだけやからなはい <laughs> ちょっと待ってベテランちこの配信で筋って言いすぎて100筋かっこ20億円ぐらい払わないといけなくなりそう <laughs> その1筋2000万円じゃないねお前 <laughs> 1筋2000万円 <laughs> 確かに 筋通ってなかったから岩井社長に2,000万請求されてるから、うん、一筋2,000万だ年収やっぱ30までにやっぱ年収1筋はいきたいな <laughs> 岩井社長が「名誉毀損だから2,000万円払う筋」<laughs> 語尾筋。 森鉄のスパチャは最初のほうに呼んだよ。ということでまあ皆さんも著作権法違反と名誉毀損と筋には気をつけて楽しい土日を過ごしてくださいおやすみなさいあざした。